北海道オホーツクのキャンパスは広大な自然に囲まれており、さまざまな生物資源が身近に豊富にあります。これらの資源の機能性を明らかにし、食品や香り、化粧品へと活用していくのが食香商科学科です。特に香りは、食品にはフレーバー、化粧品にはフレグランスというように、食品にも化粧品にも密接に関わっているため、本学科では香りを中心とした学びや研究を行っています。食品、香り、化粧品のすべてが実践的に学べる食香商科学科の様子をぜひご覧ください。この学科の専門である食品、化粧品、香料について基礎から応用まで総合的に学べたことが良かったと思います。なんといっても北海道のオホーツク、この大自然の中にキャンパスがあることだと思います。それから学生のほとんどは一人暮らしをしています。そういった面でも自立できるというところはこのキャンパスのすごくいいところだと思います。私たちの研究室では、生物の体の中で働いている酵素などの物質、これがどのように作られていて、どのような機能を果たしているのか、そういったことを研究しています。例えば香りや味に関係するような物質が生態にどのような影響を与えるのか、そういったことを分子レベルで解明する、そんな研究をしているところです。